はい、マージュイ。今日もケイト先生の授業があるんですけど、何をするかよくわかんないので、まず呼んでみます。ケイト先生！ケイト先生！は？い？全部じゃないね、そこさ。ねえ。ケイトがごう、ギゴがごう。えー、こんにちは！あ！何ですか、このぬいぐるみ。何するんですか、今日は。抱っこの練習をします。何の？ぬいぐるみ。うん、ぬいぐるみの。はーい、いっぱいありますね。何個ありますか？え、こいつは関係ないよ。あ、こいつ死んどる、こいつ死んどる。先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。モテミん？ボケ。こういう風に持てばいいじゃん。は、かわいそう、かわいそう。私なんか、こうやって、こうやって持ち悪いよ。やってみなさい。うん、違うのでもいいから。ね、こう？こういう風にちょっとでっかいのはどうするんですか？こうやって持ちますね。よーし。それさ、なんかさ、肝担いでるみたいじゃん、こう。あーあー、間違えました。こうやって。おー、あー、優しいね、いい子ね、プレッシャー。え、こうじゃダメなの？ダメですよ。心が死にます。先生、もう一回お手をお願いします。なるほど、わかりました。ありがとうございます。で、スヌーピーのも教えていいですよ。まず最初にあなたやってみなさい。こう？違う！心がまた死にます！なんで、ギュッて持ってないじゃん、別に。こうやってします。よーし、遅くでも逆に君叩いている声。小さいのはどうするんですか？あほーね。あのね、あのね、ね、こうやってやるんですよ。Oh, this is my precious。 なんかさっきとあんまり変わらなくないですか？あらのし。だって全部さ、こう横に持ってるじゃん。だって、だってさ、縦に持ったら、いや、ぬいぐるみ命ありますから、本当に。何で C に語ってんだよ。だから、こうやって持つんです。え、じゃあ、なん、こういうのとかダメなの？わーいみたいな感じで遊ぶの？それでもいいですが、何？それでもいいですが、耳とか尻尾とかこうやって持ったらダメです。え、じゃあ、じゃあさっきのこれいいじゃん。でもでっかいのはね、ちょっと。でも寝るときはいいですよ。でも抱っこするときだけ、こうやって持ったり、こうやって持ったりします。こう。じゃあ、ライオンどうやって持つの？ライオンはね、結構厳しいからね。ライオンはこうです。あ、こいつこう見てるでしょ。見えて。ファッピンプレー。正面を向かせるんですね。うん、そうです。え、なんでライオンだけそうなの？あのね、ライオンね、うるさい。ライオンはね、もう私の
胸を噛むそうですから。何やってんの。この子は結構厳しいなので。よしよし。今日はこれくらい。じゃあまたゴンにも見てね。